市原英二の花万歳。今日は柏葉アジサイの剪定方法について詳しく解説していますので、一つよろしくお願いします。それではどうぞ。柏葉アジサイの剪定、今でしょう。はい、こんにちは。市原英二の花万歳。今日はですね、何をやるかと言いますと、じゃーん、綺麗でしょう。これ何やと思います？これ柏葉アジサイなんですよ。そう、この柏の葉っぱのアジサイ、今日はね、これ一体いつ剪定するの？なぜならば今咲いてるでしょ、こうやって。で、普通ね、これほったらかしにしますと、秋は紅葉してドライフラワーにしたい人いらっしゃるじゃないですか。だけど十分に今でも、今切っていただいてもドライフラワーにはなりますので、まずそこは安心してください。今日はですね、この柏葉アジサイですね、カメラマンさんちょっと近く見ていただいたらわかるんですけど、この柏葉アジサイと言いますと、公認ですとね、こういった形でめっちゃ大きいになります。そして、徐々にこういったお花ね、咲いてきます。今ちょうど咲いてるとこなんですけど、これ見ていただきますと、やっぱり太陽にガンガン当たりますと、若干日焼けしています。だから、やっぱりね、この柏葉アジサイ、割と太陽に日陰の方がより咲きますけど、割と太陽の暑さには強いですけど、あまり、太陽ガンガンですと、ああいった風に焼けてしまいます。だから、お庭ですと、もしくは家の玄関とか、若干半日陰に置いた方が、この柏葉アジサイはよく咲くんじゃないかと思います。続いて、剪定いつするの？っていうことなんですけど、この柏葉アジサイの剪定はですね、いつすると思います？今咲いてるから、一体いつしたらいいかなっていうことなんですけど、このアジサイというのはですね、今までのアジサイ、こちらですね。こちら。ね。これ、オタフクアジサイと言いますか、こういったアジサイと同じで、古い枝にお花が咲くという、旧枝咲きと言います。ということは、旧枝咲き、今までのアジサイと一緒というと、あ、ほしたらお盆前までに切った方がいいんじゃないの？よくそういう質問ありますが、そうなんです。今もうね、今回もう温暖化で花はこういった形で進んでいきます。ということで、柏葉アジサイ、本当は秋まで引っ張れるけども、来年花が咲かない、なぜなの？それはそうなんです。古い枝にお花が咲くということで、旧枝咲きということで、その、できるだけこれお盆前までには、こういった形で、アジサイ、この柏葉アジサイ剪定していただきたいです。そしてこういった形で、ドライフラワーとかね、やっていただけたら嬉しいです。この柏葉アジサイともう一つノリウツギとかピラミッドアジサイ、よく勘違いしています。これ決定的な差は何かというと、どこで見分けるかというと、この柏の葉っぱなんです。決して食べれないけど、この柏の葉っぱに似ているということで、柏葉アジサイ、この、柏葉アジサイは、剪定は実は今が一番いいんじゃないかと思います。今日はですね、この柏葉アジサイの剪定時期、仮にこれ秋までね、紅葉する感じでこんな綺麗にね、紅葉するんですけど、秋まで、もし引っ張ったとしても、全然大丈夫なんですけど、できれば今切った方がいいと思います。そして最後こちらね、近くにカメラマンさん見てください。こういった大きくなった、柏葉アジサイ、いつ切ったらいいのっていうことなんです。これ見てくださいね、この葉っぱの、これはどこで切っても基本的にいいです。ここまで大きくなりますと、もうザバーンと1メーターぐらいで切ってみてください。そしたら、なんとかね、大きくなった、この柏葉アジサイも来年には見事に、ちょうど今ぐらいに剪定していただきますと、もう来年にはこんな感じで素晴らしいね、柏葉アジサイまた咲いてくれるかと思いますので、一つよろしくお願いいたします。
今日はですね、柏葉アジサイの剪定いつするの、そして決してピラミッドアジサイ、乗り移ぎと勘違いしないように、今日はですね、柏葉アジサイの解説をさせていただきました。今日はこの辺で終わりたいと思います。それではですね、お庭から採れた柏葉アジサイやアナベルのドライ風景を見ていただきたいと思います。こちらですね、お庭から採れたアナベルのドライフラワー、そしてこちらアナベルと、この柏葉アジサイですね。やっぱり柏葉アジサイのドライフラワーはこんなに綺麗です。すごいですよ、このドライフラワー見てください。いい色でね、仕上がってますね。はい、こちらですね、アナベルと柏葉アジサイのドライフラワーのバスケット寄せですね。もうね、お庭で採れたね、真夏のね、ドライガーデン、いいんじゃないかと思います。ドライフラワーで作る、この塔のバスケットアレンジ、ほんと綺麗じゃないかと思います。それではですね、この、柏葉アジサイとアナベルのドライフラワーを見ながら今日はお別れしたいと思います。あー、綺麗な。